皆さん、こんにちは。肉団子です。このチャンネルではですね、ガチマッチの立ち回り攻略を解説しております。皆さん、よろしく。今回は、ザトウマーケットのガチヤグラの立ち回り攻略をしていきたいと思います。まず、初動はですね、どのステージでも同様ですが、ヤグラ近辺をある程度塗り固めて、味方が立ち回りしやすい状況を作っていくことを心がけましょう。注意点としてはですね、ここの右の高台、ここがヤグラの動き始めには非常に効く強防止となっておりますので、そこはしっかりとピアしてヤグラ進めていきたいところ。注意点は右の高台と正面高台、ここを正確にケアしないと第一関門突破は容易ではないと思います。スピナーとね、チャージャー系が結構居座っていることが多いんで、ね、そこは注意したいところ。第一関門を突破したら、このように矢倉を使ってうまく相手の正面高台に居座ってしまいましょう。ここまで来てしまえばね、第二関門近辺にいる敵を撃ち下ろせますし、正面リスポーンしてから来る敵もうまく、抜ける体制が作れると。第二関門もね、このように背後から敵を、撃ち抜くことができますし、正面バル近辺とリスポンチテカを降りてくる敵もこのように迎え撃てると。またね、第二関門近辺にいるときは、ここから援護射撃することもおすすめです。ここだとね、第二、第三関門近辺を、荒らせる格好になるので、また、正面高台もこのようにボムでサポートが可能と。だからね、基本的にね、矢倉の立ち回りとしては、肉弾個人としては矢倉の前に出て戦うことをお勧めします。というのもね、たとえ死んでしまったとしても、矢倉の前に出て戦っていれば、その間矢倉は進んでいるっていう計算になりますので、非常にガチ矢倉においては強気で強い立ち回りになってくる場合です。敵にとってね、一番嫌なことを、自分個人がやっていくことを心がけたいところです。次に防衛時はね、ここのブロックの近辺から、第一関門を止めることをお勧めします。ここだとね、敵さんの弾も当たりにくい上に、裏取りするにはリスポーン地点まで回り込まないと、ここにはたどり着けないからです。まあ、第一関門を突破されたらね、ここからね、第二関門を止めることをお勧めします。ここのブロックの上はね、ザトウのマーケットでね、一番高いポジションとなっておりますので、若葉でも幅広く見れるポジションとなっております。なるべくはね、基本的にガチマッチっていうのは高いとこから守ることを心がけた方がいいです。第三関門まで来てしまったら、このポジションか、もしくはちょっとリスポーン地点から行けないポイントなんですが、レールを使っていく、この左のポジションですね。ここも結構おすすめです。チャージャースピナー系だと、第2関門、第3関門の守備においては、ここのポジションもいいのではないでしょうか。敵さんもね、ここはさすがに弾が届きにくいポイントでもありますし、ここのブロックの上も非常強固となっているからです。それではガチマッチに参りましょう。それでは参りましょう。ザトウマーケットのガチアギだ。よろしくお願いします。味方さん、ガロンザップにマニューバー。味方さん、敵さん、ザップに、秘伝ローラーにスピナーですね。はいはい。カージャーはいないんで、なるべくちょっと強気に出ても大丈夫そうですね。まずは周りを縫い縫いして、味方が動きやすい状況を整えていきましょう。敵さん、秘伝が入ってきた。味方さんとうまく連携を取って追い返す。ナイス味方。集的球ではプレッサー今倒せるか、おっと足を取られた。ちょっとプレッサー下がってしまう。さすがにプレッサーに弱い肉団子、早速デスをしてしまう。ここは味方さんに申し訳ない。さあ前線に素早く復帰して矢倉を突破。おっとスーパー着地で着地狩りされてしまう。ここはうまくタイミングが合わなかった。さあうまくディフェンスをしていきたいところ。第一関門をここから突破を止めるのが定石か。うまくボムを使ってアイクさんを追い返す。スフィアの爆発、早々後ろに、おっと、裏取りに来たのはローラーか。着地でうまくかわされてしまう。テイキさんのローラーもここが強ポジション上がって、早速荒らしに来たが、テイキさんを、ガチヤグラ、これで分かっている奴がいるのか。うまくボムで、ローラーをキルをする。数的より日本対戦。ザップが右にいますね。ここはこの高台からうまくボムで援護したい。左のブロックには味方がいるので、そこは、立ち位置が被らないようにうまく立ち回っていきたいところ。ボムで、おっと、味方ナイス。クイボで敵のスフィアを落とした。やっぱね、この矢倉の上に乗ってるスフィアってなかなか強いね。おっと、またまた、またしてもローラーが荒らしに来る。
先にこの裏取りをさばいてから矢倉を止めたいところ。なかなかヘイト稼ぎでうまいローラーがいるようだ。うまく敵艦ローラーを射抜く。さあ、もう一度強固に戻って矢倉を止めたいところだ。うまく敵艦を追い返した。3対3、スピナーが右から詰めてきた。軽く威嚇射撃して追い返す。ゴムで追い打ちをかけていきな。さあ、もう一度仕切り直しだが、数的同数なのでなかなか相手は前に出ないところ。さあ、またしてもスピアで前線を荒らしに来る。相手のヒデさんがなかなか強気のようだ。インクアンをつけて援護。まあ、数的不利なんでまだまだ前には出れない。おっと、後ろ返したのローラーか。インク切れなんでうまくさばいた。危ない危ない。ちょっと警戒がおろそかだ。イカキャンでうまくプレッサーを外していく。さあ、もう一度、矢倉を止めたい。なかなか前には出れないライン。さあ、ゴムでうまく矢倉の上を牽制したり、なかなか矢倉の上に乗れない状況を生み出していく。裏取りは今のところはなし。慎重に立ち回っていきたい。数的有利の4対3。後ろから回ってきたのザップか。すまない、リカバリーを遅れた。相手のザップさんが荒らしに来たが、気づかないふりをして、一旦強固地に戻る。登ってきた敵をうまく迎え撃った。さあ、インクアーマーをつけて前に出たいところだが、先に周りを無理にしよう。さあ、数的優位の4対2。ここはうまく、矢倉を進めていけるか。裏取りはない。正面にいるのはスピナーか。おっと、うまく迎え撃ってきたぞ。うまく矢倉を使って相手の弾をパシーク。後ろから来たな、筆。さあ、4対2。うまく射抜いた。筆を処理して、もう一度ぐらい戻っていきたいところ。相手さんのローラーをうまく対応して、スピナーを威嚇射撃して、矢倉を前に進めたい。さあ、相手スピナーを追い返し、壁を使ってインクアーマーをまとう。レッサーが来たが、ここはデスしないように、ここを見たい。ちょっと一旦引いて、回復を待ちたいところ。さあ、相手さん、瞬間的全落ち。一旦、相手さん高台取るのは難しくなったので、後方からボムで援護射撃。相手さん正面高台を取らせない状況を作り上げていきたい。さあ、相手の筆さん焦ったか。おっと、ローラーが一気に強襲。後ろから援護射撃。今、この筆を処理できない。キルタイムでは若葉は筆に負けちまうのは痛いところ。さあ、第3関門までは到達できなかったが、うまく矢倉を進められた。ここまでカウントを奪っておけば慎重にディフェンスをしていって、このままノックアウト、勝利といきたいところ。右から襲ってきたの筆、左にはザップがいる。ローラーの姿が見えないが、どこにいるのか、ちょっと警戒しな、裏取り警戒した。おっと、ボムがうまく刺さった。左取りはまだないようだと。左から誰かが入ってきた。あれはザップか？ザップだな。これはうまく後ろから打ち、向かい打ち形を作った。味方もうまく連携を取って、キルを取っていく。さあ、またしても敵さん詰めてきた。ローラーとスピナーが矢倉近辺にいる。ここはうまくゴムでキルを取っていきたいところ。さあ、プレッサーも来た。ここは勝ち風アップ。あとは、OK。筆をうまく押さえ切って矢倉を戻して、カウントアウト。なんとか勝てましたね。ご視聴ありがとうございました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。まだ動画配信を始めたばかりなので、あなたの一票が私の力になります。それでは次回また会いましょう。